桃太郎。ある日、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃が流れてきました。中から子供が出てきたので、おじいさんとおばあさんは桃太郎と名付けました。大きくなった桃太郎は、犬、猿、キジを家来にし、共に鬼ヶ島に向かいました。桃太郎が鬼ヶ島に着くと、鬼たちがパーティーをしていました。今日俺の誕生日なんだ。へえ、おめでとう。え、それだけ？え？いいよ、アマゾンのギフト券で。そこにコンビニあるから。え？あ、コンビニ行くんだったらさ、氷となんかポテチ的なもの買ってきてよ。最初は不満だった桃太郎も、結局は楽しく鬼の誕生日を祝ったそうな。